サブカルハローワーク。この番組は株式会社 SYN クリスタルスカイフリーライター平山健二の提供でお送りいたします。フリーライター平山健二、サブカル関連の書籍に20冊以上寄稿した実績あり、得意分野はアニメ、特撮、アイドル、バラエティ番組、ユーマにオカルト。主な実績に仮面ライダー X、アマゾン、ストロングアダイゼン、エヴァンゲリオン新劇場版完全保管文書&エヴァンゲリオン新劇場版旧完全保管文書、ウルトラヒーロー完全ガイド、世界ユーマ探検機、ヒロインステーション。執筆に関するご相談がありましたら、アメブロ、フリーライター検事までお気軽にお問い合わせください。皆様のご連絡をお待ちしております。株式会社 SYN ホームページ制作、映像撮影、映像編集、フライヤー、チラシ、ポップ、ロゴデザイン、CD レーベル、ジャケットデザインなど、お客様のご希望に合ったデザインを構築します。ホームページ制作はお客様がご自分で簡単に更新できるワードプレスを使用し、月々の運営を無料から安価で行えるようにするプランもございます。株式会社 SYN はあなたのクリエイティブな気持ちを幸せに変えます。電話番号は 03-5843-9137、株式会社 SYN で検索してください。西東京のオタクの聖地立川に誕生した夢の特撮バークリスタルスカイ。みんなで飲んで特撮ヒーローの歌を歌って、少年の心に帰って楽しみましょう。オーナーは調理戦隊オーレンジャーオーレット役の宍戸勝。宍戸隊長にもお店で会うことができます。皆様のご来店をお待ちいたしております。サブカルハローワーク。はい、皆さんこんにちは、中澤たけし&真田一家のサブカルハローワーク、メイン MC の中澤たけしです。真田一家です。ということで、ついに第14回までやってきましたね。もうワンクールを過ぎた、まあ別に週1放送じゃないんですけれど、週1やってたとしてももうワンクール過ぎたということで、ここまで続いたことがもう奇跡のような番組なんですけれど、最近あれですか、真田さんってもうもしかして夏休みじゃないですか。そうです、夏休み入ったばっかりで、はい、でしかもちょっと前に20歳になったばっかりなんです。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ついにこの番組は全員大人、成人番組になったわけですね。はい。成人番組って、うん、はい、もう子供は関わってないということですね。まあそういうこと。はい。子供、はい。もう最近僕はでもあれですよ、なんか引きこもってまして、はい、もうずっと家から出てなかったんで、今日久々に人といっぱい喋ってる感じなんですよ。はい。日に当たらないとダメですよね。そうですね、ちょっと体にもうどんどん不健康になってるんで、ちょっとこの番組の放送の頃ってまだ発表できる段階かどうかわからないんですけれど、ちょっと割と久々に特撮ものの脚本をやってまして、なかなか充実した、家からは出れないけど充実した、作家として充実した日々を、なんか滑舌が悪いですけど、送っております。そんなわけでですね、真田さん、この番組の趣旨をお願いします。はい。この番組はサブカルで食べていきたいという困った表現者さんやクリエイターさんを応援して、最低でも6万円儲けるにはどうすればいいのかを検証するラジオ番組です。そうなんですよ、今回この番組ってこういう、はい、もうしょっちゅう趣旨を忘れるんですけれど、こういう番組なんですけれど、今回実はこのテーマを語る上ではすごい僕にしては、うん、僕の中では一番ふさわしいと思うゲストの方が実は来てくださっておりまして、はい、今回のサブカルハローワークのテーマですが、はい、玩具プロデューサーです。真田さん、玩具プロデューサーってどういう仕事か分かりますか？いや、全く知らないです。初めて聞きました。ですよね、はい、っていうか多分もう玩具プロデューサーっていう方、この方しか
知らないですけど、はい、ちょっと、うん、今回あの玩具プロデューサーとして活躍されております、はい、安西レオさんを、ゲストにお呼びしまして、玩具プロデューサーという仕事について、いろいろ知ってみたいと思います、はい、じゃあそれでは今回も、サブカルハローワーク行ってみましょう。それではご紹介します、玩具プロデューサーとして活躍しております、安西レオさんです。どうもよろしくお願いします、はい、安西レオです。いやあの先ほどもちょっとお話ししたんですけど、このサブカルハローワークってあの月収6万円最低でもサブカルで食べていこうっていう番組なんですけれど、僕が一応なんとか、まあ、6万円じゃないですけどもうちょっともらってますけど、なんとか一応そういうサブカル的なことで食べていけてる理由っていうのを考えた時に、一番のきっかけになったような人が実は安西さんなんですよ。あ、じゃあ元から知り合いだったってこと？あ、もう何年前ぐらいかですかね。もう7年か8年前。8年前。怪獣のあけぼのトークライブイベントが、はい、新宿ロフトプラスワンであって、はい、その時にレイパー佐藤さんが連れてきてくれたんです。もう怪獣のあけぼのっていう、まあ、全く伝わらないまあまあ伝わりにくい、まあ、ちょっと、まあ、ウルトラ怪獣関係のイベントで初めて安西亮さんにお会いして、ね、その時に僕があの画用紙に適当に、うん、適当じゃないですよ、画用紙に一生懸命僕の描いた絵を丸く切り抜いただけのものをめんこって言い張って、はい、安西さんに差し上げたんですよ、はい、僕の作ったキャラクターのめんこですって言って、はい、玩具プロデューサーって玩具をプロデュースされてる方だって聞いてたんで、うん、まあ、元から知ってたんですけど、あの本とかでは読んでたんで、うん、でお渡ししたら、あのまさかあのその数日後ぐらいにミクシーの方から連絡が来まして、はい、あ、ミクシー、ミクシーの、まあ、時代を感じますけど、はい、ツイッターとかじゃないですよ、ミクシーだったんですね、そうそう、ミクシー前線当時は、はい、で安西さんが、はい、ちょっと中澤武売り込み計画みたいなものを突然すぐ言ってくれましたよね。なんかレーパーさんが紹介してくれて、はい、でそれあの CX のね、うん、あの100人のバカっていう番組だったんですよ、はい、でその100人のバカで優勝したバカがいますから、この人が多分日本で一番バカだから、はい、あの紹介しますって紹介してくれて、はい、で一緒にねロフトの楽屋で話してたら、うん、まあ、面白いし、うん、言ってることもむちゃくちゃだし、はい、こんな楽しいと思って、はい、でなんか一緒に、うん、やらないっていう話になって、でその次の日がほら、はい、ワールドキャラクターコンベンションっていうイベントがビッグサイトであって、はい、それを一緒に行ったんですよ、うん、でその辺から結構ね息が合い出して、うん、でね、はい、なんかこう中澤さんは田舎から作家としてね、はい、物書きになりたいって言って来てきて、はい、でこう何していいか分かんないから全身に看板みたいにかけて歩いてますって言うから、うん、もうその時点ですでにもう狂ってるじゃないですか、はい、こんな面白い人はいないって。で実は僕ね、うん、ある人に中澤さんってどうって相談してるんですよ、まあ、ちょっとこう名前は伏せますけど、はい、あの S っていう人でね、ビッグネームの方ですね、まあ、その S っていう人が、はい、いや彼はいいんじゃない、ものすごく、うん、あのメディアでも取り上げられてるし、うん、いい人脈もあるしやるには面白いって僕は言われたんですけど、うん、まあ、その S さんが言ったいいことだけ頭に入って、うん、で実は中澤さんと組むデメリットも彼は言ったんですその部分が僕頭からポーンと、それはありがたいですね、抜け落ちてて、うん、悪い情報を頭に入れないっていうのはいいことですね。その悪い情報っていうのは、はい、まあ、実はあのね、はい、2チャンネル名物の2チャンネル嵐だったっていう、はい、僕が大学生の頃はあのちょうど電車男全盛期で、2チャンネルっていうのはすごい市民権を得てた頃で、俺も電車男みたいに有名になりてえと思って、あのなんかセーラームーンとかの話題に盛り上がってる掲示板に、お前らセーラームーンなんか見てないでゴジラでも見ろみたいなのを書き込んで、めっちゃ嫌われてたんです、まあ、そんなやつだって。でも僕は本当にだからその安西さんとお会いする前っていうのは作家志望で来たんですけれど、はい、作家志望として上京してきたんですけれど、まあ、基本的にはその先ほど出た100人目のバカみたいな、うん、いわゆる素人バラエティ番組ですかね、ちょっと変わった人を紹介する番組に出たりとか、ちょっとロフトプラスワンのイベントとかにたまに出るぐらいの、うん、活動ずっと続けてて、いわゆる作家としてのプロとしての活動ってほとんどできてなかったんですけれど、安西さんと知り合って、まず最初にあの僕の初めての雑誌連載をまずうまく、まあ、その間に入ってくれて、ね、新宿でね、はい、ミーティングして、はい、まあ、たけしどうしようって、はい、まあ、とりあえず連載だなっていうので、うん、とりあえず連載だなっていう、うん、レッドのワールドフォトプレスに行こうと、はい、で、いつもの格好でおいでって言って、はい、でワールドフォトプレスの編集長にね紹介してあげたんですよ、うん、そしたら編集長がね、また
中澤さんの反応はね、一か八かなんですよ。好きか嫌いか、もうはっきりしてるから、はい、でその編集長がすごい喜んでくれて、はい、でそのワールドフォトプレスのね社長さんも面白いなって言ってくれて、はい、なんかすごいウェルカムな感じで、はい、でなんかね、はい、そのワールドフォトプレスから出てるフィギュア雑誌フィギュア王で、はい、いきなり連載が決定。そうですね、なんか本当に今までなかなかもうね全然そのまあ、たまに雑誌にほんとちょっと文章が載せてもらえるぐらいだったのが、急に連載を初めての連載をレオさんが間に入ってしてくれまして、でその後が順番で言うとあれですね、僕のその例のよくわかんないイラストですよ、あの僕の描いたあの小学生で画力が止まってるキャラクターの絵をレオさんが UFO キャッチャーのプライズを作ってる会社の方にプレゼンをしてくださいまして、まさかの商品化になるわけですよ。前あったやつですか。そうです、星食いのぬいぐるみとか、はい、でまあだからフィギュア王の連載、あ雑誌連載、うん、キャラクター商品化、しかも僕の作家デビューの小説がもうあの出版社さんを紹介してくださったのが安西さんです、その3つは同時にやってたんだけど、はい、たまたまその中澤さんが一番やりたかった出版より先に、はい、ぬいぐるみがね決まっちゃったから、はいはい、でもそれはいいと思ったんですよ、うん、とりあえず中澤武っていう名前を売り出すには、うん、中澤怪獣軍団のぬいぐるみが出ててクレーンゲームの景品としてまあ1万個以上出してれば箔もつくから、うん、で先そっちやりましょうっていうことでね、はい、あの星食いのぬいぐるみ作って、でピンクバージョンっていうね限定バージョンだって言い張って作って、はい、いや言い張ってっていうか本当限定ですよ、まあまあ限定でね、はいはい、でそれを売って、はい、でそしたらやっぱりさゲーセンとか行くと人気出るんですよ。で当時プライズのねゲーセンが出たから2人で渋谷の道玄坂の、はい、クレーンゲームのとこ行くとね、うん、高校生の女の子が、はい、あたけしだって寄ってきて、はい、あって言ったその中澤さんの周りに高校生が集まって、はい、星食いだとかって言って、はい、そういう夢のような世界があったわけですよ、はい、大阪ではね一個も売れなかったの。こう本当にですね見事にもう本当に1個も売れないで、はい、もう全部東京で売れて、うん、でその新宿とか下北沢とか本当にもうサブカルの強いところでぬいぐるみが売れて、うん、で中澤さんもその印税契約したから、はい、もう中澤さんこれ大変だよ、もうブレイクしたらマンション買えるよっていうね夢を見てましたね、あ、はい、まあ、でも本当に作ったものはもう売り切ってしまって今もう逆にレアになっちゃいましたもんね、はい、そうですね、だから本当にその今は自分もいろんな仕事やらせていただいてるんですけれど、はい、やっぱり最初にまず名刺がないとなかなかやっていけないんですよ、はい、脚本家にしろ何にしろ、それでやっぱり最初にそのレオさんがうまくまだただの変人だった時代の僕をうまく売り込んでくれて商品化になってたりとか本も実際に出したりしてたから、今はまあ他の方ともいろいろ組めるようにようやくなったんですけど、最初の頃っていうのは本当に 7,8 年前っていうのは僕がやってるサブカル関係の仕事っていうのはもう 99% 安西さん関連の仕事しかしてなかったですよ。だって名刺もらったらさ、はい、占い師、はい、あの妖怪退治、はい、魔術師、はい、もういろんなこと書いてましたもんね。とりあえず何でもやるよっていう肩書きを超並べた名刺とか作ってまして、はい、でその出版がね、はい、あごめんなさい、はい、出版の話がやっぱり中澤さんってさ、はい、文才があったのよ、うん、でそれは僕はたけしがおかしいから押したんじゃなくて、はい、文章を読んで、うん、ちゃんとした文章を書いてたから、うん、これは押せると思って、ではね結局、はい、初恋芸人になるんですよね、はいはい、きっかけ作った方なんですね。そうですね、だからこのサブカルハローワークの番組の趣旨にはとても、そうですね、この番組見ててまだサブカルで月収100円ぐらいの人間もちょっと6万以上稼げるきっかけをつかむには一番ふさわしいゲストの方なんじゃないかなと、だからその中澤さんが本を出版する話がね、はい、またこれが面白い話がいっぱいあるんですよ。そうですね、いろいろありましたから言えないのがもう言えない、まあ、言えない話多いですけどね。いや 言えるんだけど、はい、いやでも時間が今ないから、あもう本当にね、はい、ちょっと今回で安西亮さんっていう方を、この番組で初めて、はい、お知りになる方も、おられると思うので、はい、ちょっと簡単にまず玩具プロデューサーっていうのはそもそもどういう仕事なのかっていうのを、まあね、もともと僕フリーでおもちゃが好きでおもちゃライターをやってたんですよね、はい、でおもちゃライターやってるけどおもちゃ詳しいじゃないですか、はい、でそのおもちゃに関して商品を作りたいっていう会社があれば、当然その版権があれば版権元の、まあ、折衝とか交渉を、工場の交渉を、商品を売る時のプロモートのやり方とかね、トータルでプロデュースするっていう、はい、だから
おもちゃメーカーって日本にたくさんあって、はい、開発してる人はいるんですけど、そういうプロデュースが全体でできる人っていない、うん、だから僕日本で唯一の玩具プロデューサーですって言ってるんですよ。あ、この玩具プロデューサーになったきっかけみたいなの、あ、もうやっぱりこう、はい、おもちゃがもともと好きで、はい、でも玩具のライターをね、はい、ホビージャパンとか、あと、まあ、フィギュアオとか、はい、当時雑誌でやらせてもらってて、はい、で1992、3年にね、はい、空前のフィギュアブームが来るわけですよ、日本に、はい、アメリカでスポンっていうフィギュアが乗ってて、はいはい、でもその街の中にさ、もう下北沢にフィギュアショップがいっぱいできるわけ。あ、だから多分真田さんなんか想像つかないでしょうけど、うん、日本国中がフィギュアブームだったんですよ、うん、懐かしい時代ですよね、はい、でそのフィギュア、アメトイのフィギュアブームが今度日本フィギュアブームに変わっていくんですよ。デビルマンとかマジンガー Z とかさ、はい、でそのブームがあったその月に食玩ブームが来るんですよ、はい、玩具菓子の、はい、でその玩具菓子ブームが終わって、でまた今のこの時代になってるんですけどね、うん、僕はちょうどその時にそのアメリカントイのブームが終わった後の日本玩具ブームっていうところにうまく乗っかって、はい、商品を作ったり雑誌で記事を書いたり、はい、テレビとかラジオで話したりっていうのがぼっと仕事が来たんですよ。めっちゃラッキーだったんですよ。一番やりがいがあった仕事とかっていうのはその玩具プロデューサーされてて、まあそうですね、一番やりがいのある仕事、中澤怪獣のぬいぐるみですかね。あああれね。まあでも、たけし、中澤さんといるっていうのは楽しいから、はい、やっぱ中澤さんとやってることって当時、はい、遊びみたいな感覚でね、はい、やってたじゃないですか。はい、で、一喜一憂しながら、はい、ああいうのはすごい楽しかったし、中澤怪獣っていうのはさ、やっぱこだわって作ったから、はい、タグとかも中澤さんのあのね、はい、下手くそな絵をさ、下手くそな絵って言いましたね、そのままタグに使って、商品として出荷して、はい、で、一番面白いのはさ、中澤さんの絵を、中国の工場に送ったら、中国からさ、もうみんな問い合わせが来るんですよ。この絵間違いじゃないかと。で、その、今までその、まあ、例えば、はい、ね、あの、ディズニーとかさ、はい、あの有名なキャラ頼むときって、もうコンマ1ミリ単位で線が決まってるんですよ。例えば、ドラえもんの口とか、うん、クレヨンしんちゃんの口ってめっちゃ厳しく決まってるんですよ。でも、その、いきなりその、やってるラインの中に中澤怪獣投げちゃったから、えと思って、で中澤さんもさ、いい加減だから、うん、適当でいいです、ね、言いました、ね、どうでもいいですとかさ、うん、別に目の数とかも変えてもいいですよとか言ってましたからね。最終的にはそんなことも言ってましたからね。だからその星食いなんてさ、うん、中澤さん書くたんびに形変わるから、はい、だからもうちゃんと書いてくれって言われて、うん、僕星食いのあの絵をちゃんと書いて、はい、で裏に足をつけて、ね、あのレオさんが書いてくれたんですよ、ぬいぐるみ作るように。僕の書いた絵じゃ中国の人は作れないっていうね、立体に置き換えるとこういう感じですよっていう。だから実は僕よりうまく星食いを描けるんじゃないか疑惑があるんですけれど。だから僕ね、はい、今星食いのぬいぐるみがねよくできてるって言われるじゃないですか、はい、あれ僕描いた絵なんですよ。中澤さんのじゃん。僕の絵では作れなかったんですけど、まあ、ちょっと僕があの中澤怪獣の絵をちょっとアレンジさせていただいて、はい、ぬいぐるみにさせていただいた。でもあれ今でも人気でね、はい、欲しいって言われるの。あの緑の星食いのぬいぐるみありませんかって言われるんだけど、もう僕も手持ちないから。そうですね、僕ももうないんで、うん、ちょっとあげられません。第2弾やらないと。えいやですけど、でもあれでもすごかったですよ。あの中澤怪獣のぬいぐるみの、はい、あの試作を作ってる時と会議に行くと、うん、その会社は普段やっぱディズニーとか作ってるから、あのミッキーマウスとかに囲まれた部屋で星食いとか見てどうこう言ってる。あれカメラ回しとけばよかったですよね。いやいや、もう放送できないですよ。周り本当ディズニーとかポケモンとかに囲まれた部屋でこれはこうした方がいいんじゃないかみたいなやってたんで、すごいそれは、うん、で作家だからさ、はい、大阪来てもらって打ち合わせしてもさ、はい、その普通作家だったら、はい、ここが違うとかあそこが違うとかさ、はい、言うじゃないですか、はい、中田さんさ、どうでもいいんだもん。いや、どうでもいいんじゃなくて、もう商品化なってるだけで感動しちゃってて、細かいことはどうでもよくなる。どうでもよかったな。だってさ、もうその、打ち合わせの会議室入ってくるときに、はい、もうすでにこの状態なんですよ。はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、いや、もうどうでもいいです。もうあっけらかーんとするわけですよ。そうですね。まあ確かに、ぬいぐるみに関しては僕は本当なんもこだわりを主張しなかったような気がしますね。だからこれが夢でさ、はい、例えばドッキリだとか言ってるんですよ。はい、打ち合わせの会議室入ってきたら、はい、
赤いヘルメットかぶった人が出てきて、うん、中澤さん嘘でしたよとかって言われるんじゃないか、うん、結構怖かったんですよ。やっぱりあのレオさん関西の方なんで、関西の人はそういうどみついギャグをやるんじゃないかなっていう、やっぱ茨城人は疑うわけですよ。そうですね、関西の人間はちょっと何でもギャグで済ますという悪いところがある。その会社の前の公園行ってさ、はい、写真撮って、はい、でそれポスターに使いますとか言ってるんですよ、はい、そのいい加減さがさ、はい、まあ、ちょっとここにも似てる感じはあるんですけど、はい、でそのポスターも作ってね、そのゲーセンとかに巻いて、はい、テレビでおなじみ中澤武志のって書いてあるわけですよ。もう詐欺でしたね、あのもうゲームセンターに行って絶対おなじみじゃないだろうこれっていうのがクレーンゲームの筐体の中に入ってて、だってね、鈴宮春日が絶対取りなさいよって言ってましたもんね、はい、あ、です、あの僕らが取りゲーセンに一回自分で取りに行ったんですよ、はい、そしたらそのゲームセンターの方がつけてたんですよ、春日に喋らせてて、これ取りなさいってなんか中澤海事をお勧めしてたりとかして、本当見たい人は YouTube で検索していただくと、もうその一部始終が動画アップされてますんで、はい、ぜひ。まあ、中澤海事はもちろんやりがいがあったと思うんですけれど、まあ、じゃあこれはあの僕の自己満足のために中澤海事の話をしたんですけれど、普通に一般的に、うん、こんなんやったんだみたいな、やっぱ転機になったのはね、はい、僕ね古田製菓でやった20世紀漫画家コレクションっていうね、はい、シリーズ、うん、僕も買いました。なんか長井剛、横山光輝、はい、松本零士はね、本当に200万以上売れたんですよ、はい、でそのキャラクターの食玩っていうので、はい、ブームの先駆けにね、はい、僕なったんですよ、はい、でいい話はね、その商品の注文ってね、当時ファックスで来てたんですよ、はい、でその古田製菓の商品注文部にファックスが来てて、はい、そのファックスがロールがいつもなくなるんだよ、ドーッと入るから、あ、もうその何百万個って注文入るとなくなっちゃうんだよね、はい、で僕当時その古田製菓さんに行ってる時に、はい、あの普通に受付とか通っていくと、まあ、適当に通されてここですって言われるんだけど、僕ね20世紀漫画家コレクションやった後はもうね、いきなり、はい、あ、安西さん、もういきなり副社長室に通される立場に。やっぱヒット作を出すと扱いが、ほんでその、ね、200万個とか売るとさ、うん、版権料もバカ高いじゃないですか。あ、だからまあこれどことは言わないですけど、はい、カバンにね、はい、1500万ぐらい持っていくわけですよ、はい、あ、これ版権料ですって渡すと、うん、扱いが変わります。まあそうですね、1500万持ってきちゃったらやっぱ扱いは変わらざるを得ないですけど、もうあの新年会、うん、忘年会、お食事会とか呼んでいただいて、うん、そうですよ、うん、あの真田さんは今日安西さん初めてお会いするん で、はい、でね、あの今もしかすると星食いとか僕の描いたキャラクターのおもちゃばっか出してるような人だと誤解するかもしれないですけど、はい、普段はっていうか鉄人28号とかデビルマンとか魔法使いサリーちゃんとかやりつつ、はい、中澤海事も出してたというデンジャラスな方なんです。いや、その時に儲かってたんで、きっと、はい、あ、儲かってたからちょっと遊んじゃったんです。そうそうそう、はい、でまあ、本当のこと言うと儲かりすぎて、まあ、当時西村軍団さんっていう作ってるラインが一つ空いたんですよ、はい、工場の。じゃあここになかなか入れちゃおうと思って、うん、中澤さんをそこで作って、やっぱりね、うん、ヒット出すとね遊べるんですよね、押し守るみたいなもんですよ、うん、一回当てればね、そうそうそう、もう、うん、こうキーッとなってさ、ものすごい厳しくなるじゃん、はい、でまあ、当時僕が商品作ってたね、はい、あの、まあ、とある今有名ミュージシャンですよ、はい、もう誰でも知ってる有名ミュージシャンのグッズを作ってて、うん、でもうものすごい厳しいのよそれが、うん、もうコンマ1ミリ違うとか、うん、もうここに傷があるっていうのももう爪楊枝でさ、うん、もうついたような傷がさ、クレームとか来るのよ、うん、でもそれが僕も辛くて、うん、もう嫌だ嫌だと思って、うん、そしたら中澤さんと話してるとさ、うん、もうこんないい加減な人だって言って、でもその僕のその精神安定剤は中澤さんだって言って、うん、そのバランスでさ、はい、中澤怪獣のぬいぐるみ作ったみたいなもんですよ、うん、僕はそのミュージシャンの方に感謝しないと、そう、ね、本当に、うん、本当にそう。あとレオさんの出されたプロデュースされた商品で個人的に思い出深いのは梅津和夫先生ってご存知ですよね。梅津先生は吉祥寺にしましまの家を建てて、あの近隣の住民さんからクレームが来たってニュースになったんですけど、あの家を商品化しちゃったんですよ、レオさん。そうそう、あれニュースに梅津ハウスを商品化したんですよ。あれもね2年ぐらいかかって、はい、最初梅津先生と仕事してたから、はい、いや先生の家ぜひフィギュアさせてくださいって言ってね、あのキーホルダーとかさ、こういう大きなあのソフビのおもちゃとかにやって、はい、でそしたらさ、近所の人が訴えるっていう事件が起こっちゃって、あ、そうか、訴える前からそういう話だった。あ、そう、先商品化からのもうやってたのよ、はい、もうで話題になってたから、はい、でなんかその裁判とかでね、うん、で裁判になっちゃったから、もうちょっとこれ出す、ちょっと今出さないでくださいって言われて、あ、まあ、それ判決元さんからね、はい、もう言われてて、でずっと出せなかったのよ、うん、で裁判が終わって
でまあもう出せるかなっていう時に発表したら、うん、もうまた取材がドーッと来て、ね、あのあれ夕刊キャッチアップ今、はい、お昼やってるやつのコーナーで、はい、あの梅津ハウス増殖中みたいな、あの梅津ハウスが、はい、でその玩具プロデューサー安西レオがいっぱい作ってるみたいにさ言われてさ、そしたらもう僕の携帯になるなるもう、うん、安西さん何したんですか、まあ、なりますね、夕刊に乗ってなんか騒がれてますよみたいなこと言われてさ、あの商品はねもうびっくり。やっぱりそういうなんかその一般の感覚だと出せない、これをおもちゃにしたら面白いんじゃないかっていうのを見つけてくるのはやっぱりレフさんのアンテナな武器になってるんですね、うん、玩具プロデューサーとしての。そうそうそう、まあ、要はもう僕らってさ、はい、もうその資金力も資本力もないし、はい、大手のメーカーには負けるじゃないですか、はい、だから、まあ、真田さんなんかもさ、うん、アイドルとかタレントいっぱいいるじゃん、はい、でもその山のようにさもうバックなる人っているじゃないですか、うん、そういう人たちにどう勝つかっていうのは、うん、これはね実はランチェスターの法則っていうのがあるんですよ、はい、それはね第二次世界大戦にランチェスターっていう人が考えた法則があって、うん、大きな資本があるところに小資本で勝つには隙間を狙って、しかもその隙間の山のトップに行くしかないんですよ。だから僕は玩具プロデューサーって言ってるのは日本で僕しかいないっていうそのプライオリティを売り込んでるわけなんですよ、うん、だから中澤さんもねこんな格好してるけどこんな人いないじゃん。確かにいないですね。でもこんな中澤武史がぬいぐるみ出してますよって言うと大体笑うじゃないですか、面白いし、うん、でそういうところで商売としてね、うん、成功させるっていう、うん、だからある種そのゲリラ作戦、はい、まああの織田信長がやった、はい、今川義元を打ち破った雨の中特攻作戦みたいなね、なるほど、もうそういうので行くしかない、うんうん、これでもやっぱり参考になりますよね。大体の人はそんな大手で戦えるわけじゃないんで、そうそうそう、やっぱりもうやっぱみんな当たってるものに乗っかろう乗っかろうってするんですけど、やっぱりそういう隙間を見つけて、そう、うん、だから僕やっぱその梅津ハウスが商品化になった時は本当に他にそんなことやろうとする人はいないと思うんで、そうそうそう、なんかそのサブカルでお金儲けするってさ、はい、そのサブカル業界って言えばねやりたい人いっぱいいるんですよ、はい、でただでもやりたい人いっぱいいるいますね、はい、で芸能事務所とか行ったらさもう今芸能事務所とかさ研究生とかさ、はい、いっぱいいてさ、はい、もうさ売り出すのがさもう順番、はい、もう5年待ちとかなってるんですよ、でそんなとこから、はい、じゃあ私オーディション受けてなんて できないじゃないですか、はい、だったらこれは特攻作戦しかない、はい、で僕大阪住んでるでしょ、大阪住んでるとねいいことあるんですよ、はい、東京のしがらみに縛られない。あワンダーフェスティバルが成功してるのは、はい、大阪がやってるからなんですよ。ああ海洋堂さん、そうそうそう、はい、東京がやるとねもうねいろんなしがらみがあるんですよ。へえ、大阪人は賢いから、はい、わかりまへんねん大阪人は賢いが出ましたよ、おなるほど、わかりまへんねんで東京突っ込んでくるから、ああまあでも東京のルールに大阪の人は意外縛られないんですね。そうそう、だから東京はねもう学閥とかさ、はい、もう美術大学とか芸術大学でもね、はい、あるわけよ、はい、で古典もできないしさ、うん、もうそのなんかそのあの先生に認められたらとかいっぱいあるわけですよ、はい、でも僕は大阪だから、はい、分かりまへんって言ってこっちに来るから、うん、でまあ今ちょうどね中澤さんの第2弾で、はい、大阪ひとみちゃんっていうね、はい、アイドルの面倒を見てるんだけど、はいはい、まあ、大阪中澤さんの第2弾まあまあまあ、はいはい、まあエイトイズショー、ああなるほど、はい、でやっぱりその、うん、東京に来て、はい、じゃあタレント事務所に入って、はい、オーディション受けて、うん、じゃあデビューして、うん、いい仕事に、うん、無理、もうそんな奇跡のようなことは起こらないですからもう、うん、うん、だからもうねちゃんと大阪から仕事を取るっていうのはね、はい、もうあのよほどランチェスターの法則を身にまといながらですね、はい、こう確立するしかない。なるほどなるほど、はい、確かに、うん、あの関西の方でもアイドル番組とかありますね。ある、うん、まあ、あの NMB とかね、うん、まあ、その狭い関西でもさ、うん、もうね、スターダスト芸能さんとかさ、うん、たこ焼きレインボーとかさ、うん、作ってくるわけですよ、はい、もうそんなね大阪のそんな狭い世界にさ、はい、もうそんなの本気なの掘り込まないでほしいんですよ、はい、NMB が来た、はい、たこ焼きレインボーが来たでしょ、はい、そしたらうちがお世話してるね、はい、まあ、元つぼみの、はい、みなんなんちゃんとかね、はい、もう困るじゃないですか、ちょっと戦いようがないですよね。そう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 、うん、だからその大手にね、はい、いかに勝つかっていうのと、うん、細かくお金を稼ぐためには、はい、ね、どうすればいいかっていうのを考えないといけない、うん、
ですよね。なるほど。僕でもあの例えば初恋芸人っていう小説デビュー作を出す時もりょうさんに言われた、はい、僕それまで何してるかというと大体文学賞とかに出してて、うん、まあ、ようやくなんかあの講談社さんがやられてる文学賞でちょっと佳作みたいな賞をもらった頃だったんですけど、はい、まあ、りょうさんがそのやっぱり文学賞に送って作家を目指すという道はあまりにも困難なハードルの高い道だから、これはもう出版社に直接原稿を持ってってやり取りをしながら本にするのを目指した方がいいよっていうふうにレオさんがやっぱり言ってくれて、で、まあ、出版社さん何結構5、6社連れてってもらって、まあもう大手中小行って、はい、まあ、あの大阪でいうとね、はい、あの城政宗さんがいらっしゃる、はい、あの精神社っていうね、はい、あのまあ広角機動隊とか ね、 そうですね、はい、で精神社さんに持って行った時に、まあ初恋芸人の前の段階はね、はい、童貞芸人だったんです、はい、でその童貞芸人っていうのが中澤さんの個性で面白いから、そしたら中澤さんの原稿がさ、はい、もうね、400ページぐらいあるんですよ。京極夏彦です、ね、大長編ですよ、はい、でそれをどうしようかっていうのをしてる時に、うん、まあ、たまたまその精神社の本作ってるプラザっていう会社が、うん、まあ、ちょっとね会社をちょっと閉めることになっちゃったんですよ、うん、で一回ちょっと頓挫しかかったのを、うん、まあ、東京でいう風神社さんっていうね、はい、会社にたまたま僕ミーティングに行くことになるから、はい、おいでよと一緒にで社長に見せたらいいじゃんって、うん、で東京行ってね風神社さんで、はい、中田さんがまだ原稿を持ってきてね、うん、また不審な動きをしながらなんですよ、はい、そしてねで喫茶店でね打ち合わせするじゃないですか、はい、で朝なんですよ、はい、でさあの中田さんの打ち合わせしようと思ったらこの人あの喫茶店のトイレ入って、はい、うんこして出てこない30分ぐらい打ち合わせ参加できないんですよ、なんかね、で、中澤さんって言ったら、はい、いや僕朝弱いんですよ、いやもうね、あのすいません、うんこは家でしてきてもらえないんですけど、はい、でもね、あのレオさんにはいろいろ本当そういうね初歩から教わったんですけど、まずあの仕事の打ち合わせにパジャマで来ちゃダメだよとか、そこから教わった。僕はレオさんと知り合うまでは僕仕事の現場にパジャマで行く男だったんです、はい、ありえないですよ。他にも結構な一般常識からまず学びましたよね。だってね、はい、NHK で、はい、その次の番組のね打ち合わせしましょうって言って、はい、大手の代理店の人と来てね、はい、中澤さん初恋芸人で、はい、脚本書いてもらいますって話したら、はい、パジャマで来るんだよで、ね、その理由もいや茨城の人はパジャマでうろうろしますしないですよ。茨城全体をちょっと罪を着せるっていう、ね、もうね、はい、信じられなくなって、はい、とりあえず僕中澤さんにね言わなきゃいけないと思って、はい、とりあえず中澤さんあの仕事の打ち合わせはパジャマで来ちゃダメだよっていう、あのはい、ビジネスルールで、はい、でこの人ね喫茶店入ると、はい、メニューいつも考えるんですよ、はい、うーん何にしようかなうーんって考えるんですよ、はい、そんなね喫茶店入ってミーティングするときに、はい、コーヒーか紅茶ですよ、ね、はい、あとあのパーティーに行ったときに乾杯をする前に飲み物飲んじゃダメだよっていうのも僕はレオさんからそうみんなでこう回してるのに一、はい、人でガブガブ飲んでるんですよ、はい、ね、そういうねもう一から教えてもらってね何回かやってもらったっていうことで、はい、おおということですね、あの実はあれなんですよ、レオさん、あの今回、第14回目だったんですけれど、はい、まだまだお聞きしたいことはあったんですけど、あまりにも話が広がっているので、はい、もうレオさんのこのまま第15回にも出ていただければと思いまして、はい、分かりました。感じで、はい、じゃあこれ一旦締めた方がよろしいですか。一回締め、あ、分かりました、はい、じゃあ、アドレスの告知、お問い合わせとかいきます、はい、お問い合わせメールはサブカルハローワーク2013@yahoo.co.jp、もう一回言いますと、サブカルハローワーク2013@yahoo.co.jp までお願いします。ということで、はい、僕なんとなくこんな感じになれない読めてたんですけど、はい、まあ、エリオさんと僕あれのレオさんは本当いろいろ教えてもらったんですけれど、昔は、最近ちょっと昔ほどじゃなくなったんですけど、一時期はもうまるで恋人のようにですね、週に3回ぐらい2時間ぐらい電話で喋ってましたよね。あれは何だったんですかね、あれは。なんか分かんないですね、不思議な関係だったので、今日も多分絶対30分で収まることはないだろうなとは思ってたんですけれど、予想通り次回の安西レオさんに聞く後編をお送りします。 でも本当にこの番組の視聴者の方にはすごい役立つ話だと思うんで、ぜひさっきも言ったように仕事場でパジャマに行く男でもサブカルで食っていけるようになれるっていうことがね、よくわかると思うんで、ぜひ次回、安西レオに聞く、安西レオさんに聞く、後編をも、よろしくお願いいたします、はい、ということで、サブカルアルワーク第14回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。